はい、まずじゃあ開幕の動きからいきます。開幕の動きはまずは不動を構えましょう。で、大体開幕は、45秒かな、45秒にエンドが来るんで、その45秒に大防御を合わせていきましょう。で、100から90の動きになってくるんですけど、100から90はエンドの技がオゾータまたは、豪華インパクトになるので、どちらも見てからの大防御が間に合います。なので、大防御はまあそんなに急ぐ必要はないんで、先置きとかする必要はないんで、ゆっくり大防御をしていきましょう。で、基本は叩き潰しの刃待機、こんな感じですね、になります。でも、それができない場合があって、まずスカラがない場合は絶対にダメです。で、HP が820ぐらいかな、ない時は叩き潰すの刃が耐えれないので、その時は大防御待機になります。なので HP が820を下回っていれば大防御で待機しましょう。しかし、HP が150以下とかの場合だと、インパクトの大防御で死んじゃうので、だいたい大防御でインパクトして140ちょっとぐらい食らっちゃうので、HP が150がない場合は、大防御ではなくて棒立ちで OK です、まあ、確率的に、自タゲで自分のパラタゲで叩き潰すペチが来るよりも絶対インパクトが来る確率の方が高いので、スカマンも運ゲーになるんですけど、大防御待機はやめておきましょう。で、そのずっと大防御しとけば叩き潰すもペチも食らわないじゃんって思うかもしれないんですけど、なんで大防御待機をしないかっていうと、まず大防御待機をするとまず抜けやすくなります。そして、大防御っていう技の特性上、大防御中ってターンが溜まりません。なのでターンが足りなくなるので、大防御待機はよろしくないよっていう感じになります。で、エンドの時間は12秒になります。で、さっき言ったようにオゾータインパクトどちらも大防御見てから可能なので、大丈夫です。で、ちょっと気をつけてほしいのが、パラとかアイギスなしでインパクトを大防御した場合ってだいたい140ぐらいは食らっちゃいます。で、今の体力が942なので、この場合って820の叩き潰す刃隊の HP が、下回りますよね。だからインパクトを食らっちゃって何もパラアイギスが入ってない場合は、しっかりと大防御を解除せずにそのまま叩き潰すに備えましょう。その時は、まあ、壁抜けないように光栄さんが軸を合わせるしかないと思います。はい、次、火力を出すという観点で言うと、まずは賢者に回復をさせない動きっていうのがすごく大事になってきます。なのでファラアイギス入れて大防御すればダメージが 100% カットなので、インパクトの大防御とかで HP 削られる心配がないので回復いりません。で、リベホイム入れれば、もし大防御でインパクト食らったとしても820のラインを超えるので叩き潰す待機ができるようになるので、できるだけその3つの技かな、うまく回して体力は常に820以上を保つように動きましょう。もし下回っちゃった場合は、まあ賢者さんが回復してくれると思います。まあ、100から90はこんな感じかな。はい、そしたら90から75いきましょう。90から75に関しては、違いはエンドに叩き潰すが追加されますかな、それぐらいかな、それぐらいですね。で、エンドの叩き潰すが追加されると何が困るかっていうと、なんだろうな、エンドが12秒なんですけど、その12秒ちょうどにオゾータとかインパクトなら大防御すれば間に合うんですよ、見てから間に合うんで。でも叩き潰すの場合は見てからの大防御は間に合いません。なのでしっかりと先置きの大防御が必要になってきます。だから10秒とかで11秒とかで叩き潰すを警戒して大防御を入れてあげましょう。これぐらいかな、 OK。 そしたら75から50、ここからはジャンプと竜巻が追加かな。で、エンドの叩き潰すはなくなるので、さっき言ったように見てからの大防御が間に合うので、しっかりと12秒ちょうどに入れてあげると、ターンも無駄にならないしジャンプにも対応できます。で、ジャンプっていうのは、まあ、とりあえず集まりましょう。まあ、大砲ないとこ行ければベストですけど、まあ、とりあえず集まるという動きをすれば問題ないと思います。で、竜巻の対処に関しては、竜巻ってすぐにバキュームは来ないので、まあ、竜巻が発生してすぐバキュームされるわけじゃないので、まずは焦らずに後衛の位置とか見てしっかりと壁に入れる位置に入りましょう。で、もし動けなかった場合、どうしても動けなかった場合は、大防御をすれば吸い込まれる心配はありません、ミスになるんで。なので、まあ竜巻中でバキュームの文字が見たらすぐに大防御をすれば、特に食らわないので大丈夫です。バキュームの文字を見てから大防御で全然間に合います。次、黄色から
黄色カラーはまあもうみんなご存知の通り超激震スプラッシュが入ってきます。であとは乱撃シールドが入ってきます。で反撃の叩き潰すはありません。なので全部見てから間に合います。でまずは黄色入ったらジャンプが来ると思うんですけど、まずファラを入れて方角確認しましょう。でできるだけ後衛を南に立たせないようにしましょう。南っていうのは扉の真後ろですよね。扉の真後ろにできるだけ後衛を立たせないような位置に壁入りましょう。なんでかっていうと、一番最初って南から超激震スプラッシュが上がってくるんで、北に向かって。なので南に後衛を立たせちゃうとすぐ後ろから来て、まあ、慣れてない後衛さんとかだと死んじゃうので気をつけましょう。で乱撃に関しては大防御で問題ないと思います。まあ、突っ込みでも避けれるんですけど、まあ、突っ込みするよりも大防御の方が手っ取り早いし、突っ込み先のミスとかミスも減ると思うし、あとは単純に壁の目安もつけやすいと思うんで大防御で大丈夫です。ただしめちゃくちゃ早いです、乱撃。ちょっと判断反射速度遅れると死ぬんで、常に大防御待機しておいて気をつけましょう。もし叩き潰すが来たらまあ頑張りましょう。ファラエギスだったら耐えるんですけど、奇跡とかもなければ頑張って刃入れましょう。まあ、そこは気合でいきます。はい。で本題の超激震スプラッシュの耐え方、耐え方はだいたいまあよくあるのがまあ4つかな4つですね。まずはまあ一番基本のファラエギスプラス大防御のダメージ全カットで、これはもう最高ですね。ダメージ全カットです。でもう一個が奇跡雨プラス HP 満タンの場合の大防御はギリギリ耐えます。これ奇跡で HP 満タンじゃないとダメなんで、自分の HP 見てもし奇跡入ってたとしても HP が満タンじゃないなと思ったら、そこはまあ回復を要求するか、しっかりまあ避けるかするしかないですね、もうね。はい、次剣刃プラス大防御、これどういう時に使うかっていうと、ファラアイギスがもう、まあ、ファラの CT とかなくてアイギス長いじゃないですか、硬直でやべえなってなった時に剣刃ってめちゃくちゃ早いです、技の発生が。なんで剣刃パッて入れて大防御すると耐えます。で、あともう一個、最後はもう避けましょうですね。最後、まあ、これも結構使うんですけど、まあ、押し勝ちだったら押したりとかで、まあ、押されて避けるっていう手もありますよね。その2つを使ったりして避けましょう。で、まあそんなとこかな。で崩れるパターンはまあ大体パラ落ちかな、パラが落ちた場合だと思うんですけど、でなんでまずパラ自分が絶対落ちたらダメなんですよ。なんでもうパラアイギスも入れてないし奇跡もないし体力もねえし、でも床来てるの場合はもうおとなしく外しましょう。とりあえず自分が死なないことをとりあえず優先するっていうのを大事だと思います。で次、もう一個ね、崩れるパターン、竜巻ですよね。竜巻であっち行ったりこっち行ったりするパターンですね。さっき言った通りすぐバキュームは来ないんで、もうドドンだけでね、ドドンと構えておきましょう。ドドンと構えておくと、後衛も壁の、なんだろうな、木産というか、つきやすいと思うんで、まずはしっかりと、止まって待ってましょう。そしたら、しっかり壁に入れると思います。万が一ね、バキューム来たとしても、見てから大防御で間に合います。そこは、しっかりと、ね、我慢して、頑張っていきましょう。で、ここからは正直、ライン下げるのもしょうがないと思います。まあ、ライン下げたら火力は落ちるんですけど、まあ、最悪ライン下げてもしょうがないと思うんで、まずは死なないことを意識していきましょう。はい、次。赤からは何が気をつけなきゃダメかっていうと、ちょっとモードとかもいろいろあるんですけど、そこまで説明してるとすごい長くなっちゃうんで、そこを省いて、まずはエンドの叩き潰すはもう常にあると思って OK です。エンドの叩き潰すがあるので、さっき言った通り、見てからの大防御が間に合わないのでそこは注意です。で、赤からの厄介なのが、まずドラゴンビート。新速入った時のドラゴンビート、これがめちゃくちゃ厄介です。まずドラゴンビートが入ると、ほとんどの攻撃がパラ耐えれなくなります。だからペチとか叩き潰すとかもきつくなるんで、大防御待機をせざるを得ない状況がよく出てくるんですよ、テンション入っちゃうと。なので基本は大防御待機でいいんですけど、もし乱撃来た場合は大防御貫通しちゃうんで、その時はこけてしまいます。なのでもうその時はもう、まあ、ドンマイって感じで正直運ゲーになっちゃうんですけど、まあ、テンションが入ったら大防御待機で問題ないかなと思います。でそのこけるっていうダメージを受けないためには何が必要かというと、ファラアイギスをできるだけ維持しましょう。赤からはもうラストスパートなんで、しっかりともう頑張ってファラアイギス維持して、乱撃のダメージカットにしましょう。テンションあったとしてもテンションあったとしてもファラアイギスだったらダメージゼロに持っていけるので、しっかりとファラアイギス維持しましょう。もちろんオゾータでもテンションあったとしたら貫通しちゃいますよ。
火ダメ60にダッチしても。なんでそこは気をつけていきましょう。あとは、最後に、しっかりと賢者さんに回復や雨をお願いするっていう意識を持つとだいぶ安定するかなと思います。特に黄色赤から。で、パラディンガードは最強ですと。まあ、諦めなきゃね、大砲で落としきれたりするんで、しっかりね、まずパラディンが、ライン下げずに火力を出させてあげるっていう動きをしていけば勝てると思います。以上、長くなりましたが、ありがとうございました。またねー。あ、チャンネル登録、高評価、ツイッターの方よろしくお願いします。